先ほどまで拓郎さんをずっと歌ってたんですが、ちょっと変えて長渕さんしてみてみます。ちょっと待ってくださいね。誰もが僕の居場所を知ってたんだ。あんな優しさを敵に回してでも生きてる証が欲しいから、今日まで歩くように今はまだぎこちないが、まずはどこから足を踏み出し、ああ飾り言葉を投げ捨てて、若いくせになんて言わせたくない、奴がブーツのボタンを外していようと、奴が人の生き様バカにしようとも、一歩前のこの道を行かなければ、だって僕は僕を失うために生きてきたんじゃない、言われた悲しみに縛られる前に、まずは喉を潤して目の前のいざこざを蹴散らすんだ。例えば誰かが錆びれたナイフで僕に軽い別を突きつけても、ああ腰を据えて受けてやる、げんこつひとつで笑えるさ、ガツがブーツのボタンを外して声が思いっきり出ませんでしたけど、先ほどからあの男のねダミ声ばかり聞いてますんで、じゃあこの辺で女性の美しい